ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひらかずこと平井和孝です。いやー、やりました。白石浩二郎さんが2月11日に無事バンデグローブ完走しました。この番組を聞いてるあなたにとっては今更って思うかもしれませんが、私にとったらもう嬉しくて仕方がないんですよ。先週の放送で来週には白石さん無事ゴールしましたという報告ができると思いますなんて言ってましたが、本当何が起きるかわからないのがバンデグローブですから。実際ゴール直前に漁船とぶつかって順位を大きく落とした選手もいたんです。最後まで何が起きるかわからないんです。2月11日この日は祝日でちょうどお休みでしたから、私一日中ネットで白石さんの位置を確認し、刻々と発信される到着予定をずっとチェックしてました。そして夜7時45分に YouTube ライブが始まり、3ヶ月ぶりにヨット上の白石さんをライブで見ることができたんです。それはもう嬉しかったですよ。私がネットゲームでやっていた時に見た白石さんの船はバーチャルでしたから、本物のそして生身の白石さんの姿を見て、うわー白石さんと思わず叫んでしまいました。そして日本時間夜8時6分ゴールラインを白石さんのヨットが通過しました。その瞬間に白石さんは渾身のガッツポーズで相手 DMG 森グローバルワンをどんどん叩いて、次の瞬間には継ぎはぎだらけのボロボロになりながら最後まで頑張ってくれたメインセールに向かって思いっきり投げキッスをしてました。嬉しかったでしょうね。私も嬉しかったですよ。我が家では家族3人でその瞬間にクラッカーを鳴らして万歳三唱して乾杯ですよ。嬉しかったな。翌日この番組のリスナーの方何人もから白石さんゴールしましたね、おめでとうございますと声をかけていただきました。たくさんの長野県民の方が応援してくださっていたんですよね。改めて長野県民の皆様、応援ありがとうございました。白石さん夢のバンデグローブ完走を果たしました。ありがとうございました。それではまた来週。